こんにちは。おかげさまでですね、私の子育て、育児、保育、療育コンテンツ、次第に販売数が伸びてきまして、私のね、日々の発信にものすごく期待を込めてくださってるんだなってことでね、ありがたく思っております。まあ、知識だけは保育士さんとどっこいか負けないぐらいあると思います。意欲も、まあ、自分の子供に対することなんで十分あると思います。足りないのは経験なんですよ。経験は私ね、1年ちょっとしかないんですよ。2年弱なんですよ。保育士さんは10年とか20年いますからね。あと世の中のお母さん方、お父さん方も20年、30年いますからね。経験は叶いません。まあ、しかし、子育てをこれほど早く現金化できる人はあんまりいないんじゃないかなと思います。取りもなさず、私の経験とか見識が欲しくってお金を出して買っていただけるってことにね、本当にいつもながらありがとうございますと申し上げたいと思います。で、昨日はね、20万円が2件売れましてね、まあ、ほどなく入金があるだろうと思っているところで、なんと、チラシが入ってました、タイミングよく。なんかね、お金が入った時に、セールスのチラシを見ると、ついつい買いたくなってしまうというね。ここでね、何が言いたいかっていうと、私の売り上げすごいだろうじゃないんですよ。セールスって、絶え間なくやってると、いつもはゴミ箱にしてるんだけども、あれ今回タイミングいいなみたいな感じに感じ取ってくださる方が必ずいるんですよ。ピザの投げ込みチラシも同じで、あれ、100回入れても、なんだ、ピザかって捨てるんですよ。でもある時ね、今日なんかちょっとピザ食べたい気分かな、でも買いに行くのもなんだな、デリバリー頼もうかな、あ、なんか、チラシ入ってなかったみたいな感じでチラシを見て、なんとなく盛り上がって、あ、L 頼もうよ、みたいなね。2枚頼もうよ。なんか2枚目半額とか書いてるよ、みたいな。そうやって選ぶ楽しみとかがあって。あとは配達が来るまでのね、ワクワク。20分ほどで着きますとか言ってからね。あ、20分かと思ったら、そわそわしてね。出かけにくかったり。で、ピンポーンってなったら、あとか言ってからね。我先に玄関行くみたいな。いやー、いいですね。だからお金を使う瞬間ってやっぱり楽しいんですよ。まあ、お金をいただく瞬間も楽しいんですけどね。お金ってみんな結局ね、好きなんじゃないかなと思うんですよ。ね、入金があって、うわ、お金だ、嫌いだっていう人いないですよね。私はお金が嫌いですっていう人に私言ったことがあるんですよ。あ、じゃあこれ、なんか20万あるけどあげなくていいですかみたいな。お金嫌いだからちょっとね、あげるのやめときますみたいな。そしたらね、もう絶句してポツンとしてましたけども。まあ、それはちょっとさすがに意地悪だったかもしれませんけども、やっぱりお金が嫌いだと明言する人にお金は寄ってこないし、田中さん嫌いだとか佐藤さん嫌いだとか鈴木さん嫌いだって言ってるところに田中さんとか佐藤さん鈴木さんがねのこのこやってくるってこともないんで、とにかく何でも好きなんだよ、楽しいんだよっていうような先入観で持っておくことと、なんかね、こう特別な経験って自分にはあんまりできないなと。要するに自分が何かことに当たった時って、まあ、一大事と思うのも全然いいんですけどもね、大事なことだって感じるのもいいんですけども、そもそもそんなの同じ経験した人、過去にも未来にも5万といるよってことなんですよね。で、今回ね、このリフォームのチラシが届いて、例えば200万で契約するとするじゃないですか。したら、いや、200万の契約しちゃったよっていうかね、ちょっとした気持ちになりますけども、でもチラシが出てる以上、200万の契約してる人はワンサといて、その中のあなたは一人ですよって話なんですよね。なんか自分事になると特別な感じがしちゃうんですけども、客観的に見るとよくある例の一つで、何をやっても、なんかね、あんまり特別にはなれないということもあるかなと思いますよね。まあ、だけどね、人のことはさておいて、世の中どうであれ自分にとって幸せであったらいいわけですよ。自分にとって特別だったら、まあそういうふうにね、キャパシティを縮めれば縮めるほど、そのありがたみが増して苦痛が去っていくということなんですよね。広げれば広げるほど多様な価値観に対応しなくちゃいけないんで、ただ苦しむんですよね。いや、そんなところでね、今日は私の子育て論に対して、まあ、共感してくださって、お金まで払ってくださる方がいるってところで、世の中にはね、山ほど保育士さんとかね、介護士さんとか療育士さんとか、それからサンバさんとかね、ベテランお母ちゃんとかお父ちゃんとかいっぱいいるんですけども、なぜか去年までこんなこと言ってなかった私がね、いきなり、あ、じゃあ、何ですか、子育てコンテンツ出しますって時に、待ってました、買ってくださる方がいるということ。私自身も
ね、気づかなかったというか、まあオーダーが来なくても別に損はないなと思ったんですけどね。普段私がどのようなことを考えながらやってるのかってことをずっと見てくださった方の中で、久保さんのそういった考え方好きだなと、もっともっと濃く深く強くつながりたいなと、久保さんの子育て論の裏から表から知りたいなって方が、まあ、入金くださるということでね、うん、やっぱコツコツと誠実にやるだけかなと思います。で、サービスね、ご購入いただいた方には、まあ、渾身の力を込めてというよりも、私がこの1年感じたことをね、Q&A なり、対面コンサルなりね、ああいうのでお伝えさせていただきますね。ただ言っときますけども、子育てのベテランは山ほどいます。私が何もナンバーワンではありません。どちらかというとワーストの方だと思います。ただ世の中でどんな順位をつけようが評価をつけようが、でも久保さんがいいのって方が今回選んでくださったんで、多分その方にとってみたら私はナンバーワンなんですよね。だからそれに恥じないもうことをねさせていただきますし、あ、自分は一番に選ばれてるんだなと、一人に一番に選ばれてるんだなと、これ肝心なあれですよ、キーポイントですよ。一人に一番と選ばれればいいんですよ。それで成り立ちますから、関係は、信頼関係はね、うん、まあ、お嫁さんも旦那さんも同じですよ。自分一人が一番を選んだわけですよ、うん、ですよねだと思うんですけどね。まあなんか一番の人に相手にされなかったから2番3番の人キープ組んで手を打とうかっていうね流れもあるみたいですけども、うん、まあこの辺あまり長く言うとまたね別の話になってきますので、この辺にしておきましょうか。まあとりあえずちょっと出かけてきます。いってらっしゃい。